はい、クウェートシュエフ朝、4時半ですね。はい、6月の8日土曜日、冬休み最終日の朝でございます。ちょっと私は物を書くのがすごく好きで、熱中して書いていたら気づいたら朝4時半になっていました。冬休み最終日で、夏休み最終日です。はい、今から寝ます。動画に映り込んでいるか入り込んでいるかわからないんですけど、チュンチュンチュンとね、何か小鳥の匂いが、すいません、小鳥の鳴き声がします。ここすごく奥にね、港が見えると思うんですけれども、海辺の場所なのでちょっと潮の匂いがしています。ただ別になんか海風が気持ちいいとかそういうことはなくて、もうすでに多分35度とかあるんじゃないかな。すごくムワッとした暑さがあってとても不愉快です。あれはね、ちょっとここ、怖い。11階なのであんまり外にスマホを出したくはないんですけど、これ見えますでしょうか。右側がね、コンビナートでございます。コンビナートとか港でございます。ここら辺は、学校がね、この非常に広大なクウェート大学がある、広大な敷地があるっていうブロックでもあるんですけれども、一個本当通りを挟むと工業地帯があるんですね。ちょっと北東の方になります。朝から今は船がないんですけど、よくね、日本郵船とかいろいろな外国の船がやってきて、油だとか油を積んだり、あるいはね、さまざまな輸入品を下ろしていったりするのがここからでも見えます。で、映ってないかな、さすがに。一番奥にもしかしたら映ってるかもしれないんですけれども、うっすらとね、細い橋が見えますでしょうか。あれ、ジャバル橋という、世界でも2番、アジアで2番目だったかな、長い橋がございます。その橋を渡っていくと、砂漠ですね、砂漠地帯があって、でさらにそこを越えると本当に100キロない距離なんですけれども、イラクに入ることができます。私すごくイラクに行きたいんですけれども、残念ながら治安がよろしくないということで、外務省の方から行かないでくれとふうに言われている状態でございます。暑いですね、なんかすごく不愉快な暑さです。でもこの不愉快な暑さもあと2ヶ月で、ね、留学生活も終わってしまうので、寂しく思い起こす時が来るのでしょうか。いや、きっと来ないと思います。あと何でしょうかね、特に面白いもの映っていないかしら。そうですね、寝ます。おやすみなさい。